シタデルカラーはイギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売するホビー用塗料の名称。実写ブランドの製品、シタデルミニチュアの塗装を主な目的として開発されている。ゲームズワークショップ社が開発した水溶性アクリル系塗料である。有機溶剤を使用しない水性塗料であるため安全性が高く、使用後の筆も水で洗い流すことができる。 一般的に使える塗料であるため、他社の模型への塗装も行うことができる。同社では塗料の他に、筆やエアブラシなどの画材、ニッパー、接着剤、パテなどのミニチュア組み立て用工具を自社ブランドで多数取り扱っている。ミニチュアの塗装主眼に置いた特性とラインナップが利点と言える。ゲームズワークショップ社では製品の改良を頻繁に行っており、その度に新製品や 容器の変更、使用法の変更などがある。また実際の塗装手順や画材、工具の使用法についての書籍が自社や日本の出版社からも発売されている。公式アプリでは隠し塗装法の動画やミニチュアや表現したい色彩に合わせた塗料などが検索可能となっている。2012年4月には製品ラインナップの全面的なリニューアルが図られた。 2020年1月現在、用途別に7種類の塗料があり、ペッド缶スプレーも数色発売されている。ゲームズワークショップ、日本支社により正規輸入されており、国内で購入することができる。すべての製品に対して何らかの日本語説明がある。ポンドを基準とする輸入品のため国産品と比べると、価格は割高である。また、ゲームズワークショップ社公式サイトから注文することも、 でき英国の本社から、ロイヤルメール、または DHL を介して届けられる。ペイントの下地となる塗料。隠蔽力が高く、黒いアンダーコートの上からでも重ね塗りの必要がない。粘性が低い流し込み用塗料。ミニチュアの凹凸に、自然な運営をつけることができる。乾燥後は、艶消しとなるが、一物やありとなる塗料もある。シェードとは逆に粘性が高く。 ドライブラシ専用に調整された塗料。ミニチュアのハイライトを入れるのに使う。2020年現在、レイヤーの代用という扱い。ベースで塗った上から重ね塗りするための塗料。隠蔽力は低めで、ミニチュアの明るい部分に塗ることでグラデーションを表現する。特殊な塗装表現や、地面のデコレートなど、ミニチュアの塗装をより引き立たせるための塗料が用意されている。 エアブラシでそのまま塗装できるように調合された塗料。元となったベースやレイヤーと色味は全くの同一である。エアー専用の色も発売されている。2019年発売。専用のベースカラーでアンダーコートした上から塗るとベースとシェードの効果が同時に得られ自然な陰影がつけられる。コントラストカラーだけで塗装する方法をコントラストメソッド。 従来のカラーで塗装する方法をクラシックメソッドと呼称している。ありがとうございます。